はい、すいませんでした。やっぱりダメでしたね。なんかどうしてダメなのかな。自動延長がうまくいきませんでした。すいませんでした。はい、ごめんなさい、すいませんでした、失敗しました、すいませんでした。成功すると思ったら失敗しました。削除されてた、失敗しました、すいませんでした。あ、ニコ生がおかしいのかな。はい、すいませんでしたね。なんで一応自動延長入れてるはずなんですけどね、おかしいですね。仕方ないですね。また考えます。次回、明日はまた考えますので、はい。それではですね、それじゃあ、明石タイム行きましょうね。じゃあ今日はね、感謝明石タイム行きましょうね。皆さんがですね、まあ、いろいろ感謝が多いと思うんですね。まあ、今年の感謝でもいいし。あ、ミランジさん、キュッス。はい、じゃあ皆さん、2011年、または信仰を持って、感謝タイム、ね、感謝明石タイムスタート。感謝明石タイムスタート。はい。感謝明石タイム。イエス様に日々のご飯を感謝してます。今年もニートでいられました、感謝。美味しいものが食べられることに感謝。無職でいられることに感謝。イエス様が好きになった。心が踊るように楽しいです、感謝してます。クリスマスが寂しくありませんでした。メラニーと万歳。神様に愛されていることを感謝します。病気しなかったことを感謝します。芸が治った、病気をしなかった、感謝。食べ物に感謝。今年礼拝を一度も欠席することがありませんでした、感謝。家族が健康であることを感謝。芸が治って神様に感謝。キュチャの放送に出会えて感謝。クリスマスはキュチャの放送を見てイエス様を信じました、アメン。夏祭り配信が最高でした。毎日牧師さんの話を聞けることが感謝。神に感謝。白血病が治りました。神の国が近づいて感じています。ナマケットに感謝。手荒れが治って感謝。最低限の生活ができる日本に感謝。サンタに感謝。引きこもりが治って感謝。人の痛みを知ることができました、感謝。この放送へ導いてくれた神様に感謝。今年こそ幸せになれると信じてます。来年こそかな。大爆笑に感謝。大学に受かって感謝。今年は純潔を守ることができて感謝。
職人に感謝。来年はどのようになってほしいですか。リバイバルです。家族が健康で感謝。卒業ができる感謝。すべての人に感謝。リスカをやめれた感謝。ニコ生に感謝。生きてることに感謝。霊的職人に感謝。イエス様に愛されている喜びを知りました。感謝。家族に感謝。親に感謝。性病が治った感謝。ネット洗礼に感謝。親父からの電話に感謝。油注ぎに感謝。この放送に感謝。キューちゃんに感謝。ありがとうございます。メラニーに感謝。ガジマさんに感謝。カナダからの手紙に感謝。万引きを許してくれた店員さんに感謝。うつ病を治って感謝。ジェフリーに感謝。優しい人たちに感謝。十字架クッキーの作り主に感謝。集会配信に感謝。イエス様を教えてくれた Q に感謝。イエス様のおかげです。イエス様のおかげです。この世のすべてに永遠に感謝。兄に感謝。父に感謝。この放送に出会えて感謝。家族に感謝。天国に行けることに感謝。妹に感謝。おいっ子に感謝。食べ物に感謝。総理大臣に感謝。働けることに感謝。食べ物に感謝。民主党に感謝。毎日のおかずに感謝。ん？イエス様に感謝。神様に感謝。感謝できることに感謝。あったかいお布団に感謝。ネットに感謝。イエス様から数々の恵みに感謝。今日生きていることに感謝。ゆうこさんに感謝。
明日に感謝。イエス様は昨日も今日もいつまでも同じです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン、アメン。ありがとうございました。ありがとうございました。すべてのことは、すべてのことは神様から来ています。以前は罪があったために感謝することができませんでした。今私たちは感謝できるんです。今私たちは神様に感謝できます。それは以前はできなかったんです。以前は感謝できませんでした。その罪という問題が感謝することができないようにされてたんです。未信者の人が神様に感謝できない理由はまだ罪に縛られているからです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて初めてですね、感謝することができるようになったんです。私たちが今神様に感謝できるのは、ありとあらゆることが感謝できるのは、イエス・キリストを信じて、そのイエス様がその罪を除き、罪を除き神と和解し、神様に感謝する心を与えられたからです。感謝する心、その精霊によって感謝する心が与えられて、神の力で感謝できるようになったんです。皆さんですから、喜んで、私たちは感謝できるものになったものとして、溢れるばかりに感謝しましょう。溢れるばかりに感謝しましょう。多くの人は、救われてないために感謝ができませんが、私たちはイエス・キリストのゆえに、イエス・キリストのゆえに溢れるばかりに感謝できるんです。溢れるばかりに感謝できるんです。感謝すればするほど、感謝すればするほど神様が喜び、感謝すればするほど恵みが来ます。感謝をすればするほど神様はもっと恵みをくれるんです。皆さん、神様から祝福されたいですか？神様から恵みが欲しいですか？神様から恵みが欲しいですか？欲しいですよね。神様から恵み欲しいですよね。ちょっとごめんなさいね。神様から恵み欲しいです。欲しいですよね。それは感謝すればいいんです。感謝すればいいんです。神様ありがとう、神様ありがとう、ね。今日も、伝道放送を見ることができました。今日も御言葉を受け取ることができました。今日も感謝ということを学ぶことができました。今日も信仰コメを打つことができました。今日もハレルヤということができました。今日もアーメンということができました。今日も生かされています。今日も衣食住が与えられています。今日もいろいろな恵みを受けました。皆さん、一個一個感謝します。私たちの日常的なことは当然ではないんです。私たちの日常の様々なことは偶然ではないんです。神様の恵みなんです。神様の恵みなんです。神様が私たちを愛してくれていて、私たちのためにいろんな恵みをくれているんです。以前は気がつかなかった。以前はその恵みに気がつかなかった。盲目でした。見えなかったんです。以前は神の恵みに分かりませんでした。だから感謝もできませんでした。今は目が開いて神様の恵みが見えるんです。神様の恵みが見える。はあ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 、神の恵みだ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 、神の恵みが見えるんです。神の恵みが見えるんです。皆さん、喜びましょう。感謝しましょう。神様の恵みに感謝しましょう。神様の恵みに感謝するんです。アメン。感謝するんです。
皆さん、私たちの人生は恵みだらけなんですね。恵みだらけです。恵みだらけです、ね、サタンが私たちの目をですね、悪いことに目を向けて、トラブルに目を向けて、私たちが神様に感謝しないようにサタンがこの仕組んでいるだけなんです。サタンに騙されて神の恵みから目を背けられ、悪いものしか見えないようにサタンはですね、この私たちをこの、感謝できないようにさせているんですね。でも皆さん、イエス・キリストを信じてその束縛を断ち切られて、私たちは感謝できるようになったんです。皆さんね、この感謝のない人生と感謝のある人生と、どっちがいいですか？どっちがいいですか？どっちが素晴らしいですか？ね、不満の人生と感謝の人生と、どっちがいいですか？もうこれちょっとね、分かりきったアンケートですけれども、感謝の人生がいいっていう人が1ね、当たり前ですけど、不満の人生がいいって人が2、かなり天の弱の人が2を入れると思うんですが、感謝の人生がいいと思う人が1、不満だらけ、つぶやきだらけ、聖書でもね、つぶやいてはいけないっていう言葉があるんですが、まあ、つぶやきっていうのは不満ですね。不満の人生がいいって人が2ですね。いきます。1、2の3。6割の人が不満人生がいい。ありえません。まだ救われてないんでしょうね。やっぱり救われてないからこの感謝人生がわからないんでしょうね。感謝人生は素晴らしいですよ。不満人生はもうね、虚しいですよ。皆さん、6割の人が不満人生がいいって人はまだ救われてない。感謝することができないからですね。今晩ね、不満人生から感謝人生に変わりましょう。今晩ね、不満人生から、感謝人生に行きましょう。アメン。アメン。感謝人生の方が楽しいんですよ。感謝人生の方が神様に、親しくなります。感謝人生の方が祝福されます。感謝人生の方が恵みを受けますね。不満人生は神様から遠く離れ、不満人生は恵みを受けれません。不満人生は神様に喜ばれることができません。不満人生はですね、余計に不満に陥ってきます。余計不満に陥ってきますね。ですからぜひぜひ皆さん、感謝人生を送りましょう。感謝人生が本当に、優れた、人生ですね。感謝人生が大事な人生ですよ。アメン。それではですね、招きし、ちょっと早いかな、招きしましょうね。招き、60% の人が不満人生ですが、ちょっと今日は考え方変えようね。やっぱり感謝の方がいいかな。感謝できるようになりたい。感謝できるようになりたい。感謝人生を送りたい。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて感謝できる人間になりたい人、アメンと言ってください。アメン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 。チャンスですよ。感謝人生に変わるチャンスです。感謝人生に変わるチャンスです。ね。神様に喜ばれるチャンスです。恵みをたくさん受けるチャンスです。感謝すればするほど恵みを受けます。感謝すればするほど恵みを受けます。感謝すればするほど恵みを受けます。もし不満を言ったら恵みを受けません。不満を言ったら恵みを受けません。
感謝したい人は、恵みを受けたい人は、感謝をたくさんすればいいんですね。感謝をたくさんすればいいんです。アメン。それじゃあこう言ってください。今アメンと言った方はですね、イエス様、十字架に感謝します。十字架に感謝します。私のために死んでくれて感謝します。私のために死んでくださって感謝します。感謝します。そう言ってください。十字架に感謝しますと言ってください。私のために死んでくださって感謝します。感謝しますと言ってください。言いましたか？言いましたか？言いましたか？じゃあ私祈ります。天の父様、以前は不平だらけ、つぶやきだらけの人生でした。罪によって感謝することができなかったのです。イエス様、十字架を見上げて私のために死んでくださったことを感謝します。私のために、私たちのために十字架にかかってくださったことを感謝します。どうぞ私たちが感謝人生になりますように。感謝をすることができる人生となりますように。今アーメンと言った人たちの人生が今日から変わります。今日から人生が変わり、もう一切の不満を捨てます。一切のつぶやきを捨てます。今日から感謝します。今日から感謝人生です。今日から感謝し人生です。あなたの恵みを数えます。あなたの恵みを数えます。祝福してください。祝福してください。アーメンと言った方々、リスナーの方々を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、やりましたよ。今日から感謝できるようになりますよ。今日から感謝できるようになりますよ。アメン。感謝人生が始まります。感謝人生が始まります。もうですね、感謝することが楽しみ、感謝することが喜び、感謝することが祈り、感謝することが人生、感謝することが日々になりましょう。私たちまず朝起きるでしょ。寒いかもしれない、寒いけど今日朝起きます。感謝します。今日生きれることを感謝します。今日あなたの恵みを感謝します。今日あなたのくださる恵みに感謝しますと言っておき おきましょう。今晩皆さん寝るときに、今晩皆さん寝るときに、今日神様こういうことがありました、今日旧牧師のとこで、感謝人生の祈りができました、今日誰かと電話しました、今日誰かと会いました、今日こういうことがありました、今日こういうことがありました、感謝します、感謝します、感謝しますと言って休んでくださいね。皆さん、感謝することが私たちの人生と言ってもいいです。感謝することが私たちの、仕事と言ってもいいです。感謝することはね、仕事っていうのはちょっとおかしいかもしれません。しかし私たちが生きることは、私たちが生きることは感謝することだということです。感謝するということは神を認め、神によって恵みを受けていることを認め、神の愛を認めることです。感謝するということは、感謝するということは神様に、神様に対して正しい態度だということです。感謝するということは神様に対して、ね、神様に対して一番良い態度だということです。皆さん、感謝人生始めますか？感謝人生始めましょう。皆さんね、感謝するときに、感謝するときにネガティブから解放されます。
感謝するときに、この失望から解放されます。感謝するときに悪霊が出てきます。感謝するときに油注ぎを受けます。感謝するときに油注ぎを受けます。皆さんですから、思いっきり感謝しましょう。思いっきり感謝するんです。もうすべてのことを感謝するんですね。すべてのことを感謝するんですね。アメン。そういうわけで皆さん、今日から感謝人生ですよ。感謝クリスチャン、感謝人間、会社人間じゃないですよ、感謝人間ですよね。感謝人間、感謝人生、感謝の日々、感謝の日々、素晴らしい。いつでも感謝してください。絶えず祈りなさいというのは、絶えず祈りなさいというのは、絶えず感謝しなさいということでもあるわけですね。ね、私も、ね、ニコ生の放送の始めと終わりに感謝します。絶えず感謝します。絶えず感謝します。ね、感謝する人生は、ちょっとこれ星ですね。これダビデの星ですが、このダビデの星はイエス様のことなんですね。このイエス様のことなんですけど、これは感謝人間を表しますね。感謝するとこの星のように輝くことができます。皆さん、感謝人間になりたいですか？感謝クリスチャンになりたいですか？この星のように輝きましょうね。あ、こっちもそうですね。これもろうそくも火ですね。感謝人間は、このろうそくのように輝いてますね。ろうそくのように考えてますね。感謝人間になって輝きましょう。世の光とね、世の光として輝きましょう。アメン。牧師の仕事はですね、牧師の仕事はまず皆さんがイエス・キリストを信じて感謝に満ちる人間に、導くことですね。感謝するクリスチャンに導くこと、感謝するように教えること、これが、牧師の大事な仕事の一つではないかなと思います。皆さんが感謝する人間に、なってほしいなと思います。感謝する人間ですね。アメン、アメン。私も、恵みを一つ一つ数えます。今日も良いことがたくさんありました。昨日も良いことがたくさんありました。明日もきっと良いことがたくさんあります。感謝して、感謝して、感謝して、感謝に満たされましょうね。そして皆さんが本当に感謝する人間になってほしいと思いますね。それはイエス・キリストと信じて、イエス・キリストを信じて初めてなれることなんですね。罪があってはなれませんね。罪があっては感謝することはできません。きっと皆さんは、感謝できる人間になったと思います。アメン、アメン。今日はこれで終わりですが、明日火曜日ですね。はい、あの皆さん初詣行かないでくださいね。初詣行かないでください。で、今週1週間はあの元旦が霊的戦いが激しい時なんです。だからこれ今週1週間は、日本の霊的戦いのために祈ってください。今週1週間は霊的戦いの祈りの1週間です。今晩から、今晩から、霊的戦いで皆さん祈ってくださいね。祈ってください。そして、日本が勝利できるように、祈りましょう。それじゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい。シャロン、シャロン。おやすみなさい。ハレルヤ、ハレルヤ。おやすみなさい。シャロン、シャロン、シャロン。アメン、アメン。ありがとうございました。アメン。